ピッチは降り続く雨を受け止めています。フットボールファンの皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、中西です。よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ミューワー、ゼーマー、ネッター、オメーラト、ハーマー、ボントフ、ベッケンバウア、フォスク、シュネリンナー、ブライトン、マイガー、ゾフィ、ジャンタール、シレン、コロナティ、カブリーナ、ホイナール、カウベリ、アントニオール、コンテイ、ベクテガ、ロッジ。試合開始の笛です。フリーにさせてはいけない。ミューはファーサイド、グー、見たか、ゴー、見事先制点を獲得しました。さあもう一度見てみましょう。こうして見ると全てのパワーを額へと集中させているのがよくわかります。華麗なドリブル、折り返す、オメーラとゾフィー、ファーサイドに上げた、オフサイドトラップにかかった。ミューアー、ゼーマ、ゴール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 、決まった。着実に点を重ねます。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、これは危ない、ファーポストを狙った、ハイボールを競り合う。ミューはよし、華麗なドリブル、ファーポスト、最終ラインの押し上げが早い。ゾフィー、パウデリ、シュネリンナ、ボントフ、もらった、キーパーに阻まれました。オフサイドにはならなかった、折り返した、
ふわっと上げる。ゼーマオフサイドの網にはかからない。クロス、コンテイキャッチできない。これはコーナーキック。さあチャンス到来。シレナ、これはゴールキック。狙いすぎたようです。ヘッドで、抜かれた。さあここからどう攻める。シュート、コーナーキックになります。横にそれてしまった。さあチャンス到来。ヘッド、狙いすぎたようです。ヘッドパス、これは危険だ。ここで大きなセンタリング。シュート、これはファールです。壁の選手を揉めているんでしょうか。これはゴールキック。スタンド狙ってんのか。ベクテガ、ロッド、敵に当たってしまった。なかなか壁を崩すことができません。スローインです。前半戦終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半戦キックオフです。ここでカット。味方が前線でボールを要求しています。これは気をつけないと。カブリー、ヘッドでつなぐ。空中戦、これはピンチ。主審ファールを取りました。キーパーの指示が伝わっていないのか。ヘッドでつなぐ。後半10分が経過しました。ボントフ、ヘッドでパスを送る。
ブライトン。シレン。ミューアー。ピッチを優雅に徘徊します。ドリブル、ハートストーンを狙った。リザーブの選手が体を動かしています。ヘッドでつなぐ。スペースを埋めないと。さあここからどう攻める。ここで折り返す。ベッケンバウア。後半30分経過。必要なスポットライトから逃れようとするかのごとく華麗なドリブルを披露しています。ハイボールを競り合う。シュネリンガに交代がありました。頭でつないでカットできるのか。リビエラ。折り返した。空中戦。ロッジ。ゼーマー。クロス。これは危ない。これだった。中に絞ってきた。ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。窮地をしのいで勝利をものにしました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんどうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。